皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。東京高生ウィンドオーケストラ、クライネット兼コントラバスクライネット奏者の原康介です。今日は鼻抜けと基礎練習についての2つのご質問をいただきましたので、お答えしていこうと思います。それでは早速1つ目の質問です。ゆうさんからご質問いただきました。高校でクライネットを吹いています。ずっと吹いているとだんだん鼻から息が抜けてしまいます。合奏中になってしまうこともあって、楽器に息を入れようとするんですけれど、その息が鼻に行ってしまって喉でグーグーみたいな雑音が出てしまいます。無意識に力っているのでしょうか、ということですが、自分の思い通りに楽器が演奏できなくなるというのは本当に辛いですよね。ゆうさんからいただいたこの質問の内容は、鼻抜けと言われる状態になっていると思われます。はじめにお伝えしておきたいことは、こういった、身体的な原因を伴う可能性がある質問は、とてもデリケートな内容になっています。例えば、どういう練習をしたら上手になりますかなど、技術的な質問でしたらすぐ答えられるのですが、このような楽器演奏時に起こる症状などは答えが一つに限らないものですし、必ずしも一人一人に合うとは限りません。ですが、精一杯お答えさせていただきますので、一つの参考としてご視聴いただけたらと思います。それではまず、鼻抜けとはどういった状態のことを言うのかと言いますと、楽器演奏時に、1、口から吐いている息が鼻の方に漏れてしまい、楽器演奏に必要な圧力がかけられなくなり、音が出にくくなること。あるいは、2、鼻にすべての息が抜けてしまい、全く音が出せなくなってしまう状態のことです。次に、鼻抜けはどのようなメカニズムで起こるのでしょうか。鼻抜けが起こるメカニズムはいくつか考えられるある原因によって、この原因については後で詳しくお伝えします。ある原因によって喉と鼻の間にある、ここに書いてあります、軟口蓋と言われる器官が楽器演奏時にかかる圧力に耐えられず、一時的に開いてしまう、もしくは開いたまま閉じなくなってしまい、口から出したい息が鼻に行ってしまうという流れがあります。はい、続きまして、鼻抜けに関してこの軟口蓋が開いてしまう原因がいくつか考えられますので、一緒に見ていきましょう。鼻抜けの原因として考えられること、ここに書いてあります。1、奏法、楽器など、これは自分自身の奏法の癖や楽器の状態などというのは、マウスピースやリードのことで、これらのセッティングによって、鼻抜けしてしまうことがあるようです。2、筋肉の疲労。3、身体的な理由。これは生まれつき軟口蓋を動かす筋肉が、比較的弱いことや、風邪や、鼻炎などで一時的に機能が弱まり、軟口蓋が開いたままになってしまうなどのことです。この身体的な理由に関しては、耳鼻科を受診したりということになると思いますが、私の知人も一時的に鼻炎で鼻抜けが起こり、耳鼻科を受診した際に飲み薬を処方されて改善したという話を聞きました。こういう改善方法もあるかもしれません。というように、大きく分けるとこの3つの原因が考えられるかと思います。はい、では 1、2 の改善策、対処方法に関して考えていきたいと思います。まず1、奏法、楽器などに関してお話ししたいと思います。この奏法というのは、1つ目は鼻に息を通してしまう
癖がついてしまっている場合があるようです。癖というのは無意識にそうなってしまうということなので、意識的に奏法を見直していくと改善するかもしれません。大切なことは、楽器演奏時に鼻に抜けたらどうしようなど軟口外付近を気にしながら演奏しているとかえって意識してしまうので、気にしないということが結構大切かもしれません。なかなかそうは言っても難しいので、まず楽器演奏時のイメージとしては、例えば肺から出た空気がここですね、上下の前歯の隙間を通ってそのまま楽器に入るなど、出口のことをイメージしながら演奏するといいかもしれません。そしてよりそのことを具体的に意識するために、私自身が生徒と一緒にしてみた方法として、これですね、洗濯バサミを鼻につけて練習するということがあります。ただこう洗濯バサミは結構痛いので、ここのバネの弱いものを選んだり、鼻に触れるところにフェルトをつけるなど、もしくは共栄用のノーズクリップなどを用意するのもいいかもしれません。この練習は鼻抜け状態になった時に鼻に息が流れたことをより早く気づくことができて、繊細に認識することができます。なので口から息を吐こうという意識を、いち早く持つようにするための練習になります。結構この、練習方法を試した生徒は効果があり、気づいたら良くなっていったということでした。一つの、改善方法、対処方法として試してみたらいいかなと思います。また奏法としては、必要以上に圧力をかけて演奏していると軟口蓋が耐えきれなくなり鼻抜けしてしまうことがあるようです。まずクラリネットは抵抗が強い楽器とされているのですが、抵抗というのは息を楽器に吹き込んだ時に跳ね返ってくる力のことですが、その抵抗というのは、例えば息を吐きながら、これが抵抗が少ない状態とするならば、このように手を当てると手が邪魔になりますよね。これが抵抗ということになります。この抵抗というのは、楽器演奏時にクラリネットには必要な力なんですけれども、何事にもこう程度というものがありますので、楽器に対してスムーズな息の流れを感じて演奏するようにしましょう。イメージとしてはストローですね。こうクラリネットというのはもともとこのようにちょっと折れ曲がってるような楽器だと思ってください。でもそれで息を吹いてみるとかなり抵抗が強いんですけれども、これをこのように顎や楽器の角度ですね、楽器に例えてみると、こうですね、このように楽器の角度をちょっと意識して調整しながら練習してみるのはかなり効果があると思います。必要以上に抵抗を強くしないというイメージで、やってみてください。またアンブシュアに関しても、上下の前歯ですねをギュッとこう固くしすぎて吹いていると、抵抗がもちろん強くなります。なのでマウスピースとリードの隙間くらい、の息の通り道を確保するイメージを持って練習してみてください。マウスピースとリードの隙間くらいの息の通り道というのはここですね、マウスピースとリードの隙間ぐらい、ここですね、ここの間ぐらいです。ここぐらいは、しっかり息の通る道を考えてあげて楽器を吹くということを意識してみてください。
また、この楽器などに関しては楽器の修理、バランス調整といいますかを今一度してみてください。楽器の状態が悪いことが原因で鼻抜けすることもあるかもしれません。そして大切なことは、必要以上に圧力がかかると鼻抜けしてしまう可能性がありますので、リードの硬さを見直すことで改善するかもしれません。今使っているリードの硬さが例えば3/2、3半を使っているようでしたら、思い切って3番を試してみてください。3番を使われている方は2半で構いません。こうすることによって、先ほどお伝えした抵抗感、これですね、が少し減ります。指で言うと、例えばこう4本だったのがこう3本になるようなイメージですが、息の流れを物理的にスムーズにしてみるといいかもしれません。私の生徒でこのようにリードの硬さを一度柔らかいものに変えて試したことがあるのですが、そのリードで先ほどお伝えした奏法の見直し、こう曲がっているストローとか、上下の歯の隙間などですねをしたところ、鼻抜けが改善したということがありましたので、ぜひ試してみてください。続いて2、筋肉の疲労に関してですが、これは長時間の練習や過度に負担のかかる練習などで軟口蓋を動かす筋肉や体の疲労によって鼻抜けしてしまうことがあるようです。ですので、鼻抜けの状態になりそうだなというタイミングでしっかり休憩をとるということが大切です。それは合奏中であっても、一人だけこう楽器を下ろすなど休む勇気を持てるといいと思います。そのためには、あらかじめパートの方々や顧問の先生、トレーナーの方にも隠さずに、伝えることが大切です。また顧問の先生やトレーナーの方々に関しましては、鼻抜けへの理解をこの機会に持っていただけたらと思います。それではいただいていますゆうさんからのご質問に戻りますと、こちらですね。ずっと吹いているとだんだん鼻から息が抜けてしまいますということですので、2番、筋肉の疲労が関係するかなと思いますが、1でお伝えした奏法楽器なども大きく関係している可能性があるかもしれませんので、今一度奏法の見直し、過度に圧力がかかる状態になっていないかなど、改善するということも必要かなと思います。それに加えて3、身体的な理由ももしかしたら関係するかもしれませんので、複合的に判断してみてください。以上が鼻抜けに関しての回答になります。鼻抜けに悩んでいる方、また、鼻抜けに悩んでいる方が近くにいる方へ参考になればと思います。はい、それでは2つ目の質問に移りたいと思います。矢印さんからいただいた質問です。クラリネットについて質問です。この状況でなかなか楽器が吹けないときにリハビリになる練習法はありますかということですが、まず今楽器が吹けない状況ということでしたら、ご自身がいいなと思う好きな奏者の演奏をたくさん聴くということをしてみてください。絶妙なニュアンス、クレッシェンド、デクレッシェンドなどですね、あとはテンポの微妙な揺れなどを、お手持ちの楽譜にこう手書きで書き出してみるということをお勧めします。CD などでしたら何度も繰り返し同じフレーズを聞くことができると思いますので、その奏者の演奏がなぜあなたの心を動かしたのか
もしかしたらわかるかもしれません。音色に含まれるリードの振動音、スという雑音みたいなものですね。いや、クライネットの艦隊を通るこれ風切り音なども全て聞き取るつもりで何度も聞いてみてください。いただいた質問の内容からもうすでに楽器を吹ける状況になってからのリハビリについて何かありますかという意味でしたら、このような練習をしていただけたらと思います。1が強弱を伴ったロングトーンです。これはどういうことかというと、例えば、まずピアノから始めて4拍クレッシェンドしてフォルテまで、でその後4拍かけてピアノまでデクレッシェンドするなどですね、このように強弱をつけてロングトーンするととてもいいかなと思います。また2レジスターキーのロングトーンも練習してみてください。これは、例えば全部の指を押さえた、これは最低音のミの運指ですが、その状況でこのキーですね、これをレジスターキーと言いますが、これを押すとシが出ます。このミとシを、スラーで演奏してロングトーンする、これがレジスターキーのロングトーンと言います。あとはスケール練習ですね、ドレミファソラシドなどのスケール練習を、いろいろなアーティキュレーションで練習するというのも重要かなと思います。例えばスラー、テヌート、スタッカートやディーヤッタッタなど、タギングを用いてアーティキュレーションをつけて練習できたらいいなと思います。今お伝えした基礎練習も含む、たくさんの基礎練習を、このバンドジャーナル2020年7月号に本文と、付録に楽譜がついて細かく、解説していますので、もしよろしければお手に取ってみてください。個人練習でもパート練習でも必ず役に立つと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上になります。またこの状況が落ち着きましたら、ぜひ東京構成ウィンドオーケストラの定期演奏会など、聞きにいらしていただけたらとっても嬉しいです。それでは皆様とお会いできることを心から楽しみにしております。この度はご視聴いただきありがとうございました。